場内が水を吹くように静まり返っております。三沢の成り行きをじっと見つめておりロープに振った自らを走ったぞレフトのラリアット。さあ苦しみもだえております。淵正信でやります。さあ背後から田上明でやります。その田上にエルボーを見舞いました。そして川田と志明が入ってまいります。さあこのシリーズすでにこちらは田上明でやります。すでに行われました世界タッグチャンピオンとしての2度目の防衛戦成功いたしました。8月30日豊橋大会でした。パトリオットエース組を相手に圧勝。その強さを大いにアピールした川田田上組でやります。ホンダハロン2度目のリングインです。ブレインバスター今宵もこのホンダカモンのがむしゃらファイトに大いに期待したいところです。当然相手チーム正規軍はこのホンダカモンを狙ってくるところでありましょう。さあパンチとヘッドバットの合体技、なんか田上選手がなんか外へ倒れたままですね。どうしたんでしょうか。三沢のエルボーを食らって場外に転落したんですが、さあちょっと心配そうに若手レスラーがその場外転落向こう上面になりますが転落しております。田上のあたりに集まってまいりました。大事に至らなければいいんでしょうがいいんですが、こちらが田上です。ああちょっと目のあたりを押さえてますね。あそうですね。さあそしてリング内本田多門が頑張っております。内政信平成元年第10代のジュニアチャンピオンになってからはなんと14回連続防衛という前人未到の記録を快挙を達成いたしました。時間にして3年7ヶ月という長期政権でありました内政信であります。さあヘッドパット内政信がその白い肌が徐々に好調してまいりました。セカンドロープ高いところからヘッドパットであります。ダイヤモンドヘッドパット内政信。さあダウンしている淵を抑え10分を経過して小橋健太であります。ジュニア戦線も熱くなっております昨今。再びこの淵正信も王座返り咲きを狙ってくることでありましょう。そういった意味でも今宵メインイベント6面タックマッチ四天王が相まみえる6面タックマッチでいいところを見せたい淵でありますが、さあ田上が出てまいりました。逆に振った。さあどうする。ハイキック今日2発目。そしてミサオ場外ぽっぽり出した。やはりこの戦いの照準は三沢光晴に向けられております。ブレインバスターちょっと不意をつかれて、三沢光晴がやはり右膝を気にしておりました。ガチガチにテーピングがされております三沢の右膝でありますが、当然タウヤキラもその右膝を今宵攻めてくるところでありましょう。さあそして小橋健太も手負いの状況。左肘22針を縫う大怪我をいたしました。ラリアット汗が飛び散りミストとなりました。そして左膝をロックしてストレッチクラブに入りました。時折三沢を意識しながら相手陣営に見せびらかすようにストレッチクラブに入っております。川田と仕上げてやります。次期シリーズジャイアントシリーズで行われます世界タッグ戦の挑戦者にすでに三沢小橋組発表されております。すでにこの10月15日の愛知大会でこの世界タッグ戦次期挑戦者として三沢小橋組が予定されております。常に戦い続けます。強き者は常に追われ戦い続けます。第26代世界タッグチャンピオンのチームであります。そして淵正信左の腕を中心に攻めてくることでありましょう。現在のジュニアチャンピオンはダニー・クロファットでありますが、当然桃田さん、そう遠くない将来この淵選手も返り咲きを狙ってくるところでしょうね。そうですね、まあ、彼の場合には当然狙ってくると思いますね、はい、ただ今日の正規軍の試合の首は、はい、強いて小林選手の腕は攻めてないですよね。ほうほう、それはどういった意味合いがあるんでしょうか。どういうあれなんか分かんない。まあ、逆に言うと、その小林選手たちがそれを攻めさせないような試合運びになっているっていうことも言えますけどね。なるほど。まあ、出だしでもって要するに長世代の方が攻撃してましたんでね、当然正規軍は
この本田多門から3カウントを取ろうという方向に進んでいると思われますが、その本田多門を抑えた時に小橋あるいは三沢にカットされないように、この序盤戦から中盤戦にかけて小橋健太、三沢ミサフを痛めつけておこうという戦術なんでしょうか。さあ先ほどパウエに場外に吹っ飛ばされました三沢ミツァルでありますが、どうなんでしょうか。エルボースマッシュ、あーと狙っていきます。いかんともしがたい苦悩に満ちたこの三沢ミツァルの表情、これは痛い、痛みが伝わってまいります。画面いっぱいから伝わってまいります。さあ随分とこの9月10日最終戦日本武道館三冠戦、おセカンドロップ飛んだ、飛んだ後も膝を気にします。ケンケンをしながら自軍のコーナーに戻ってまいりました。桃さん、今ぐらいのジャンプでも随分と負担がかかっているようですね。いやもう、ものすごい負担がかかっていると思います。テーピングしてて思うように膝自体も動きづらいと思うんですよね、はい。おーっと本田が喉輪落としを見せるか。これは見上げた根性だ。田植えの18番のど輪落としを本田が先に果たすのか。ヘッドパットローアングルヘッドパット。さあプロレス初め人間がさあ徐々に荒々しいファイトを見せてまいりました。トップロープへのギロチンスローです。トップロープはゴムでこそコーティングされておりますが、中はワイヤーロープであります。これはかなり喉元あたりダメージきついでしょう。藤正信です。この6選手中唯一のジュニア選手ということになります。身長が183センチ、体重が105キロ。さあ追い詰められました、攻め込まれました。しかし桃田さん、はい、本田の魅力はここからなんですよね。そうですね、しぶとさっていうかね、はい、その何ていうんですか、タフっていうのかな、なんていうか、まあ口ではうまく言えないですけどね、はい、素晴らしい爆発力を持ってますよね。ここからどのように刃を抜いていくんでしょうか。藤正信、特に本田選手の場合にはやらればやるほど、おっと鉄柵ですね。鉄柵に顔面を打ち据えております。鉄柵、そして本部席に小橋が近づくと、先日の秋田大会での VS スタンガン戦、あの左肘に大きなダメージを受けたあの椅子攻撃を思い出してしまいます。まさに悪夢でありました。今肘を蹴ってましたね。蹴りましたね、非常なる攻め見せました。川田俊明です。これはつらい。小橋健太、まさに試練のサマーアクションシリーズ2となってしまいました。小橋健太です。さあリング内、本田多門、そして藤正信です。顔面を蹴りました。本田多門の幾分大きい顔面を打ち据えていきました。藤正信です。髪の毛が縮々乱れております。本田、いつ何時あのヘアかきむしり、むしゃぶりが本田多門見られるんでしょうか。反撃への脳死をいつ上げるんでしょうか。本田多門であります。さあ相手にやられ、それを自らのエネルギーとし闘志みなぎってくる頃でありましょう。本田多門顔面を潰しにかかりました。藤正信です。そして川田俊明であります。逆水平チョップ、ボディースラム、サッカーボールキックです。お客さんがびっくらたまげております。さあ奥歯をかみしめてきた、ぐっとこらえてきた。ヘッドパットだ、ボディースラム、サッカーボールキック。しかしくじけるな本田多門、もんどり打って苦しんでおりますが、さあカバーした、ツーカウントです。すでにお客さんのハートをつかみ始めております。本田多門、こちら石川県七尾総合市民体育館、ラリアット起き上がりこぼしラリアットであります。田植え明、このままカバーした、和田恭平レフェリー、カウントは2。さあまたこれに挟んで
パワーボムです。じっくりとカバーした。カウントは1つです。やはり桃田さん、本田が捕まり始めましたね。そうですね、やっぱり狙うとするとやっぱり本田選手が一番やっぱりキャリア少ないですしね、あの狙いやすいのは事実ですよね。今宵のメインイベントです。しかしこのマッチ名本田タモンが試されているカードと申し上げてもいいでしょう。さあこれでくじけてはいけません。オリンピック3期連続アマレス日本代表の実績があります本田タモンです。現在32歳、ブレインバスターだ。さあここでタッチをするか、技を積み重ねるか。口が捕まいます。口が離しません。さあタックロープをつかみながら必死に手を伸ばしました三沢光晴でありますが、まだ自分のコーナーには随分と距離があります本田多門です。さあ先ほどの田上明の起き上がりこぼしラリアットは続いて川田の起き上がりこぼしチョップであります。やりたい放題正規軍。ストレッチプラも入りましたね。さあ心配そうに見つめる三沢、そして小橋がカットに入りました。いやーしかしひるむことはありません。川田俊明がぐいぐいと締めていく。デビューもうすぐ丸2年を迎えようという本田タモン、天を仰いでおります。だけどここであの本田選手が踏ん張ることができればね、それがまた自信につながってきますんでね、苦しい状況から立ち上がり、そして髪の毛を振り乱し、ヘッドパットを決めるために本田ともフリーフが増えてまいります。試合時間20分を経過いたしました。サマーアクションシリーズ2全17戦のうち、このシリーズ最終戦日本武道館に向けてすでに興行日程折り返しております。能登半島最大の都市七尾、JR 七尾線七尾駅から歩いて10分のところにあります。こちら七尾総合市民体育館、昭和60年に完成いたしました。丸10年です。ラリアット、さあタッチしました。小橋健太にタッチが成立しております。さあ小橋健太に女性ファンからの熱い声援が飛んでおります。逆水平チョップで打ち続いていく、押し込んでいく。藤正郎が耐えている。打つ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 、ロープがしなっている。さあ青春3倍速だ、バシバシ小橋だ、いいですよ。さあ湿地回復なるか、調子大軍パワースラムからギロチンドロップ、重みがあります。カバーした、ツーカウントでやります。さあ腕が心配ですが、外から渡上でやります。ドラゴンスープレックスを狙ったのか。さあキッキング、キッキング、素早いリアップを見せております。さあ下顎が出てまいりました。小橋健太の闘志を象徴する表情でやります。さあ打つ打つ放つ、応酬でやります。上を下への腕を挟んでのサンドイッチチョップだ。小橋健太が握ってきた、小さく握ってきた、顔面キックだ。ほら受けるもんのロケてみると言わんばかりの川の試合の表情だ。握った握った、左腕には一分力入らなくなり、ザッキング蹴った。さあどうする、回転チョップだ。小橋が走った、ラリアット試合ものや、このともラリアット。今度は三沢光晴です。毎日が崖っぷち、毎日が試練であります。そういった意味では三沢光晴、このシリーズ試練の17番勝負と申し上げていいでしょう。バックに回った、これはなんとかブロックいたしました。ボディースラム、セント背面落としを見せました。次期シリーズのジャイアントシリーズで行われます世界タッグ戦、チャンピオン田上、川田組にチャレンジいたします。三沢小橋組であります。それよりも何よりもこのシリーズの最終戦、この田上明がチャレンジャーとして三沢光晴に三冠戦の戦いを挑みます。さあ右膝を狙っていきます。女性ファンからも悲鳴が飛んでおります。
七尾総合市民体育館。シリーズ中盤戦でこの三沢光晴の右膝を潰しておこうという正規軍、さあ掴んだぞ、歩道落としか、打っていく、エルボーだ、エルボーだ、後背を垂らした、さあ技を持ち込むか、バックに回った、上げた、上げた、バックアップ、後頭部打ちました、立ち上がるのが精一杯か、さあそして小橋が、本田ともいざなった、ボディースラム、さあ本田が飛んだ、いいドロップ、ツーカウントです。さあ桃田さん、この本田には期待したいですね。そうですね、おっと押し倒された、カイナジから抜群、さあまたゾンビのように起き上がる、ヘッドバット、ヘッドバット、ヘッドバット、あった、ダウンした、ダウンした、しかし起き上がれないのか、どうした本田、回転してのエルボーバット、本田が起き上がれないのか、試合の権利があるのは本田とカバーした、カウントは一つです。さあお客さんは本田多門に期待しております。そしてそれをバックアップしようという三沢小橋組であります。本田が走った、ヘッドバット、この男頭が重いんです、ヘッドバット、さあ来た来た来た、多門の、多門のむしゃむしゃ震いが始まるか、カバーした、2カウントです。闘志みなぎってきた、しかしここで、ここで桃田は技を積み重ねたいですよ ね、 すね、ええ、さあ場外で小橋がナイスフォローだ、放送席前でやります、ニードロップ、桃田の右手前方でニードロップを敢行いたしました、本田多聞です。これ本田選手チャンスですね、ええ、その本田に川田がラリアット、まさに放送席真正面でやります、滝のように小橋健太汗がこぼれ落ちます、左の左腕心配だ、そしてお地獄落としの垂直落下式のフリーボール式の喉落としを見せようというのか、これを食らったら本田多聞がバンチ給水になってしまうぞ、危ない危ない危ない、本田多聞の息で止めようという、息で止めようという、危ない、あっ、まともに食らってしまった、本田さんの右手45度 1.5m、 試合時間25分を経過いたしました。さあこれをリングの中で肩を3秒間つけなくてはいけません、正規軍、さあその間にリングの中では川田俊明が、おっと三沢の右の足を狙っていく、思わず目を背けたくなるような荒々しい殺法、正規軍でやります。さあ本田多聞が戻ってきた、サウヤクラのエプロンサイからのサイドからノーアウトで食らってしまった本田多聞、三次クルーズでやりました、最後は盤石の体勢、田上明、外貨を上げております。